船形町は山形県の北部にある人口約5000人の町。もがみ川に東の西条町から流れる小国川が合流する地点にできた町。サバネ峠の新城藩堺市船形町が初めて歴史に登場するのは8世紀に行われた王の東人の統制である。東人が通った道に肥沃の地名があり、この頃に多賀城から 現在の秋田県内陸南部を通って、秋田城へ向かうルートとして登場した。演技式の兵部省、諸国駅天馬城には、省内地方を経由して、日本海沿岸を秋田城へ向かう感動に、飛憶駅駅場12匹、天馬1匹、船6隻の記述が出てくる。この駅亭は、水駅と思われ、現在の富田地内の最上川沿いにあったと推定されている。なお、猿わねは、 猿戸辺とも表記され、その地名はサバネ峠に残っている。江戸時代には山近交代路としても使われた宇宙街道の宿場町として発達した。ここから猿羽峠を越えて村山地方へ向かい、東は最上街道で仙台藩へ、西は船形街道を通って庄内藩では山々へと通じる交通の交差点であった。 新城藩の藩会であったことから、口止め番所が置かれ、人や物資の監視を厳しく言った。富田は、西上川水運の港の一つとして繁栄し、新城藩と天領の境界にも位置していたため、その対岸の堀内には、新城藩の船番所が設置されていた。明治時代になると、船形町、西条町、尾花沢市を中心とした地域に、当時岐阜県、 宮城県と並んで、日本三大アタンデンと呼ばれた、最上丹田が発見され、町内でも多くの炭鉱でアタンの採掘が行われ、船形駅や長沢駅からアタンが運び出された。JR 東日本を覆う本線船形駅。ありがとうございます。